こんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するおもちゃはこちら、超合金魂ガオガイガーです。はい、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。この連休の間はご存知の通り、おもちゃのレビューをやったりとか、開けてないおもちゃを開封して遊んだりとか、あとはその合間でこのガオガイガーをですね、久々に取り出してきてメンテナンスをしたので、ちょっとですね、今日は皆さんに紹介していきたいと思います。はい、今日は僕自体このガオガイガーで遊ぶのがかなり久しぶりなので、今回は徹底レビューというよりかはですね、一緒に遊んでる感じを楽しんでもらえればいいかなと思います。いろいろ付属品とかもありますが、詳しく紹介解説は省いていくので、いろいろですね、かっこいいところとか楽しいポイント、面白ギミックなどもですね、じっくり見てもらえたら嬉しいです。まずはギャリオン見ていきましょう。こんな感じです。めちゃくちゃかっこいいんですよ。これ最高に素晴らしいですね。ガオガイガーのコアとなる宇宙ライオンですね。緑の星からマモル君を逃すために口に入れて地球まで飛んできたライオンメカになります。じゃん、最高にかっこいいんですよ。これ本当にこの立ち姿、プロポーション、本当に素晴らしい。ガオガイガーは今までの勇者シリーズの中でもいろいろと多く立体化されてきたものではあると思うんですが、この超合金魂のガオガイガー本当にかっこいいんですよ。何がかっこいいって、もうこのギャリオン、そして変形した後のガイガーがめちゃくちゃかっこいいんですよね。今までもいろいろ立体化されてきたと思うんですけれども、まあこれが超合金魂の方が一番新しいというのもあるんですが、本当にプロポーションも良くてバランスも良くて最高なんですよ。僕は子供の頃デラックス玩具は買ってもらえなかったので当時品は持ってなかったんですけれども、大学生になってから自分でバイトをしてお金を貯めて買ったのがブレイブ合金、シーエムズコーポレーションという今はない会社さんから出たブレイブ合金のガオガイガーっていうのを初めて買ったんですが、それが当時 2,3 万円ぐらいでしたかね。結構高かったんですが頑張って購入したんですけれども、それが合金製パーツを使ったりとか変形ギミックとか合体も完全再現していてめちゃくちゃかっこよかったんですね。多分実家にも今、ガオガイガーとバージョン2のガオガイガー、そしてジェネシックガオガイガー3体買ったんで結構大変だったんですけれども、今実家にちゃんと保管していると思います。それもですね、めちゃくちゃかっこよかったんですが、この超合金魂のガオガイガー本当にそれを上回るかっこよさなんですよね。本当にかっこいい、かっこいいという言葉でしかですね言い表せないんですけど、本当に素晴らしいんです。このライオンのプロポーションもいいですし、後でお見せしますけれども、ガイガー人型に変形させた時のプロポーションとか全体のバランスも見事で、本当に、アニメから出てきたようなですね、陳腐な表現しかできないですけれども、本当にそんな感じのかっこよさなんですよね。めちゃくちゃかっこいい。塗装も綺麗ですね。このライオンヘッドの部分はゴールドなんですが、ちょっと明るめのイエローっぽい感じと暗めのゴールド、2色ちゃんと使い分けたりとか、口の中の構造、この上顎の造形とかも見事ですね。全体のバランス、このやっぱり人間の足を後ろ足にするっていうのがちょっとやりにくい感じだとは思うんですが、他のものと比べてですね、この部分足が短くなったりとか、そういうギミックもあったりして見事なライオンのプロポーションになってます。はい、ではガイガーへ変形させていきましょう。まずは手を畳んで収納、腰パーツ畳んで足を伸ばしてかかとを出す、こっちも膝をまっすぐして爪を伸ばしかかとを出す、そしたら上半身を反転し腕を出す、こっちも出す、そしたらこの角度斜めってるところでライオンヘッドを反転させて、頭部が入ってるので中から
出す。はい。で、閉じる。これで、ガイガーへ変形完了。はい。ガイガー、こんな感じになってます。ちょっと白が飛んで見づらいかもしれないですが、こんな感じ。まあ、さっきも言った通り、プロポーションがいいですよね。この、細すぎず、太すぎず、しっかりとした体型。そして何より一番素晴らしいのが、この顔ですね。顔の造形。わかるか？ピントが合わない。めちゃくちゃかっこいいんですよね。そして顔のバランスがいいんですよ。今までのガオガイガーってやっぱり、このガイガーの顔にガオガイガーのヘルメットをかぶせるというギミック上、頭がちょっとちっちゃくなりがちだったんですね。CMs コーポレーションのも全体的なバランスはいいんですけれども、やっぱりガイガーの時の顔がちっちゃめに作られていたので、ガイガーで遊ぶ時はやっぱり違和感があったんですが、この超合金魂のガイガー、このプロポーション、全体のバランス本当に見事だと思います。この上でちゃんとヘルメットかぶってマスクもあったりするので素晴らしいなと思いますね。全体はこんな感じです。じゃん。ちょっと足のボールジョイントが緩くなりがちなんで、ここは昨日パーマネントバーニッシュで渋めに調整してあります。いやー本当にかっこいい。これだけでも満足ですね。これ大きさがどれくらいかというと、ガンプラマスターグレードのガンダム100分の1と並べてみるとこんな感じになります。ガンダムが18センチで、これがガイガーが22センチぐらいあるので結構大きいんですよね。で、もちろん合金パーツもしっかり使ってるので重量感もありますし、この状態でガシガシ遊んでも満足できますね。差し替えなしの変形、完全変形ですね。手首パーツは親指と指が2本ずつ別々に、ちょっと動かしづらいけどこんな感じで動く完全変形タイプの手首パーツもありますが、ちょっと手首と全体のバランスが良くなるように見た目重視の手首パーツもあって、いろいろ表情付けができるようになってますね。全身フル稼働でかっこいいポーズもつけられます。肩の部分、ここは内側から見るとこんな感じ、金属パーツでクリック関節になってます。結構な硬さですね。これドリルガオと合体するから硬めになってるのかな。かなり硬いクリック関節になっていますし、ちょっと分かりづらいですが、ここに軸があって前後に若干角度をつけて振ることができます。肩パーツが動くので水平方向もできます。ロールもあって、肘は二重関節、手首も動きますし、ガイガークローの部分は先端が回転できます。腰も回転できて、足の付け根、股関節も金属パーツですね。ここもクリック関節、水平方向もクリック効きます。膝が二重関節になっています。ここはガイガーとガオガイガーの膝の部分共通なんですが、ガイガーの時はこっちが前、ガオガイガーになるとこっちが前ということで、ちょっと膝の関節はガイガーの時は上の部分はよく動くんですが、下の部分はちょっとあんまり動かないですね。ガオガイガーになると逆になってよく曲がるようになります。足首もよく動きます。続いてガオマシン見ていきましょう。まずはライナーガオ、じゃん、新幹線型のガオマシンですね。500系新幹線ですね。もう今となっては昔のタイプの新幹線なのかな。今だとシンカリオンとかで知ってる人も多いかと思います。エヴァ系のシンカリオンとか、この500系のぞみでしたかね、これを使ってましたね。当時はこれが最新でめちゃくちゃかっこよかったですね。このフォルム、空気を切り裂くようなこの綺麗な流線形のフォルムがかっこいいですね。運転席のところはクリアパーツ、ちょっと座席みたいな造形もですね見えます。こんな感じになってますね。窓のところは塗装されてます。
合体後の腕、二の腕になる部分が金属パーツなので結構な重みを感じます。車輪が動くのでコロ走行もできますし、連結部分も若干動くようになってます。ライナーガオこんな感じです。他の2体はガイガーと合体できますが、これはちょっとこのままですね。特にギミックはないです。続いてドリルガオです。じゃん、男のロマン、ドリルマシーン、めちゃくちゃいいですね。その上しかもこのドリルガオはツインドリルなので本当にかっこいい、最高ですね。黒光りするボディに赤のメッキ塗装が映えて綺麗です。その上このつま先になるパーツ、ここが丸ごと金属パーツなのでかなり重いですね。めちゃくちゃ重いです。ずっしりくる感じがあります。このドリルマシンにですねふさわしい重み感じますね。しかももう一つ素晴らしいポイントが、ここキャタピラ、履帯、クローラー、この部分がちゃんと回転するんです。これほんと最高ですね。しかもパーツは1枚1枚別々に作られていて、ゴムパーツじゃないので劣化しない、あ、プラスチックも劣化しないわけじゃないと思いますが、ゴムパーツみたいに劣化してちぎれる心配がないので本当に安心して遊べますね。あとファイナルフュージョンとか合体後の動作確認でいろんな箇所がグイーンって動いたりするシーンがあったりしますが、ああいうシーンを脳内再生できたりするんで、こういう稼働の再現っていうのはあった方が嬉しいですね。めちゃくちゃかっこいいです。真ん中の部分からパカッと割って、こっち側のジョイントを収納、この足になる部分を腕上に上げたら、ここにジョイントがあるんで、これを腕のこの引っ掛けの部分に合わせて合体できるようになってます。手首をこっち側に向けて、足を開いた部分をジョイントに合わせて、ここを閉じる。こうするとガイガーと合体できます。両腕合体させるとこうなります。じゃん、ドリル武装かっこいいですね。強化形態っぽくてかっこいいです。フェイス部分は通常のものから口が開いた叫び顔に変更してあります。うん、かっこいい。ただ問題はこの金属パーツが重いので素立ちでもなかなか難しいという感じですね。肩の関節は金属のパーツで強いので保持力も抜群なんですが、肘から下がですねやっぱり負けてしまうので、ちょっとかっこいいポーズなどは取らせられないですが、劇中の合体状態というのは再現できて楽しいです。次はステルスガオを見ていきましょう。じゃーん、でかいんですよ。めちゃくちゃでかい。この前幅30センチぐらいはありますね。かなりでかい。ちょっとマットな質感の造形、これは塗装じゃないですね、成型色なんですが、マットな質感、プレイステ4のコントローラーみたいな肌触りですね。なんていうか柔らかいというか、めちゃくちゃいい感じの肌触り。赤いメッキ塗装が綺麗ですね。 3G のマークもしっかりとゴールドに塗られています。綺麗なフォルムですよね。このステルス戦闘機、綺麗な三角形、投げると戻ってきそうな感じの形にも見えます。薄さもめちゃくちゃいいですね。薄いキャノピーのところがクリアパーツになってます。ちょっと見づらいですが、なんていうかちゃんと座席っぽいのもあったりしてかっこいいですね。裏から見るとこんな感じ。これほんと素晴らしいんですよ。他のガオガイガー系のおもちゃとかプラモデルだと、このガオガイガーのヘルメットが入ってるこのパーツ、背中が合体したり腕が入ったりするところは結構隙間が空いた空洞になってるんですが、これはちゃんとシャッターがあるんですね。しかもこのシャッター、また合体後にお見せしますが、ちゃんとこれ取り外しとか、差し替えとかじゃなく、ちゃんと収納できるという素晴らしさ。ここ今開けたらですね、こんな感じになっていて、ガオガイガーの頭部が入っています。合体するときはまたこれをですね収納して合体できるという本当に最高なものになってます。そして腕パーツですね、ガオガイガーの腕になるパーツは、これはちょっと差し替えなんですが、シャッターの造形もあったりします。見た目も綺麗ですよね。美しいフォルムです。
ステルスガオはライナーガオと合体というか、ライナーガオを空輸で運ぶことができます。ステルスガオの裏側、ここにジョイントが収納されているので、これを引き出すとこんな感じ。この間にライナーガオを挟みます。この連結近くの窓の部分、それぞれ左右をこのジョイントに引っ掛けるとこんな感じになります。一応ですね、持っても大丈夫ですが、ここのジョイントそんなにきついわけではないので、このままブーンってブンドドすると落下する恐れがあるのでやめてくださいというふうに説明書にも書かれてます。こんな感じで運べます。ではガイガーとステルスガオを合体させていきます。まずガイガー、肩のこの突起パーツ、これを後ろ側に倒します。これが合体のジョイントになります。今度はステルスガオ、ガオガイガーに合体するときはこっち向きですが、ガイガーとの合体はこうなります。この下の部分に合体のサポートパーツというのがあるので、これを差し込みます。これなくても合体できますが、この合体形態でディスプレイしたいときはこれをつけた方が保持力アップするので安心ですね。この隙間の部分に肩のジョイントパーツを差し込んで背中を合わせれば、これで合体完了となります。こんな感じですね。この状態でも一応自立はできないことはないですが、これ用のスタンドがあるので、後ろからステルスガオを支える形でこの状態でディスプレイできるようになってます。全体はこんな感じになります。飛行専用形態って感じですね。かっこいいです。そしてさっきのドリルガオと合体形態も合わせてみるとこんな感じになります。いいですね、この強化形態ごつ盛り状態。もう本当これ立たせてるだけぐらいしかできないですけれども、全然これディスプレイでもかっこいいですね。この再現ができるだけで満足です。はい、それではギャレオン、ガイガー、そして各種ガオマシンの紹介は以上となります。この後はガオガイガーへファイナルフュージョンさせていきたいと思うんですが、ちょっと動画が長くなってしまったので、ファイナルフュージョンから後の紹介はですね、別の動画でやっていきたいと思います。パート2としてですね、ノーカットノンストップでやっていこうと思いますので、ぜひこの動画を見終わった方は続けて次の動画同時にアップしていますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画へのご意見ご感想コメントなどぜひよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クローでした。さようなら、バイバーイ。次はファイナルフュージョン承認。